はい、今日雲を描いてみましょう。雲の作りですね。上の方が若干こう動きがある感じに、ちょっと今単純化して描いてます。で、下の方は平行気味な形に持っていきます。で、雲の中にも、もう一つこういうふうに動きがあって、何層かに分かれていく感じですね。で、雲を白く描く場合は、空の部分、周りを描いていって形を出していきます。で、内部の方は雲の影を描いていく形になります。で、下の方は平行気味に、また空を描くなり、雲の影を描くなりで作っていきます。で、紙は、今日は、キャンソンのヘリテージという紙を使ってみます。で、色は、ウィンザー・アントニュートンの、ウルトラマリングリーンシェードと、バーントシェーナの2色で描いていきます。描き方はいろいろあるんですけど、今日は霧吹きを使った描き方をしてみます。通常は色を入れて、空の色を入れて、抜く、ティッシュで抜くというやり方もあります。私が使うのは大体この霧吹きで描くことが多いです。霧吹きで、出るにじみを利用して描いていきます。霧吹きを、ある程度塗っていく、多少にじみが出る程度で、吹いていきます。霧吹きあんまり吹かないと、エッジが強く出すぎたり、やりすぎるともうウェットインウェットの状態になって、絵の具が散っていく状態になります。その間ぐらいで描いていくやり方です。水のコントロールが難しくはあるんですけど、この描き方の方が偶然性が、自分の予想以上に面白いものが出来上がる場合も多いです。で、今空を描いた状態ですね。2色ある程度混ぜて、寒色系の、ブルーが強い状態で描いてます。で、エッジが強いので若干今ぼかしをかけてます。で、もう一層ですね、描いて、今雲の影を描いて、で、下側にもう一段階雲の形を出していくやり方です。ヘリテージあんまり使わない、普段は使わないことが多いので、若干ちょっと使い勝手がよくわからない部分もありました。水彩系は半乾きになるまでしか筆を入れられないので、水を多めに使うと、描く時間が、自然に長い時間描けるようになります。で、この層を何個か繰り返していきます。同じような城の形が残らないように、面積が広いところと、狭くなるところを作りつつ、色を入れていきます。部分的にはつながるところがあってもいいです。で、下の方に向けて少し平行気味に持っていく。影の形を平行気味に変えていきます。雲は難しい内容ではあるんですけど、空の中にあるとやっぱ動きが出てくるので、いろんなタイプの雲とかですね、技法もいろんなタイプがあると思うので、練習していくといいと思います。やっぱりある程度場数は踏まないと、つかめないところは多いと思います。簡単では、あるんですけど、一つの、霧吹きを使った、雲の描き方ですね。いろいろ試してみてください。こういった描き方の延長線上で、こういう右の作品とかですねを描いてます。